ちゃくちゃうまい。ムースも柔らかくて、キムチは絶対、もやしもいるわな。彩り的に小松菜欲しいわな。小松菜はいるわ。海苔かカツオ節か、難しいな。カツオ一回行ってみようか。カツオ面白いな。今までのビビンバとはちょっと違うね。面白い。どれにしてんの？うまいな。変わってるっていうところでカツオ面白いんだけど、やっぱこっちの方がいいんだよね。美味しいわ。いい肉使ってる、ほんまに。いや、もう肉がこんだけ入ってるっていうのはすごいわ。これだけじゃないね、いいよ。キムチ、もやし、小松菜、そして海苔ですね。自分の中で絶対外せないものがこの4つだったっていうことなんですけど、こちらも若干辛さがある。やっぱりこう混ぜた時に、肉はもちろん美味しいんですけど、全体の味のバランスっていうのが抜群に良かった。ビビンバっていうとご飯とか、お鍋とかね、まあ、その特徴を感じします。これやっぱり肉メイン、肉メインのいい肉を食べながら、ビビンバを食べさせてもらってるっていう、そういう感じがします。僕の大好物ビビンバ丼にお肉をたっぷり乗せて贅沢でボリューム満点に仕上げました。がっつり食べて今シーズンも熱い応援よろしくお願いします。